はい、皆さんこんにちは、みそです。今日もちょっと忙しいので普段の本職のネタではなくてですね、ちょっと動画編集ネタです。これは動画を編集を他の方に今任せてるんですけど、まあ基礎からやっていただいているので、主にその方に向けてということになりますが、 Adobe Premiere Pro で動画編集を、やり始めた方に向けての動画にもなっております。で、今回はアニメーションの話をしたいと思います。私も結構初めアニメーションの概念を理解するのに時間かかったし、ちょっと難しいなと思ったので、はい、アニメーションのところを見ていきたいと思います。で、こちら画面見ていただいて、今回は、各所で人気沸騰中の私のこのアイコンですね。エビフライアイコンを動かして遊んでみたいと思います。で、まず動かすアニメーションっていう時にはまずそのアセットですねを、まあ、クリックして、その対象に対してこちらエフェクトコントロールでコントロールしていきます。で、この中のこのビデオモーションのところですとか、まあ、不透明度とかいろんなものがありますけれども、ここにこうアニメーションのオンオフマークがついているものがありますと。で、このアニメーションのオンオフマークがついてないものに関しては、これ例えばまずモーションの位置ですけど、これは画像を、まあ動画も同じですが、どこに配置するかっていうことがこう表現できるんですが、どこで配置したとしても、そのタイムラインを動かしてもですね、まあ同じ場所ですと。で、ここの場所でこう場所をこうちょっともう一度こっちかなって動かしても、他のところに動かしても同じ場所です。これつまりアニメーションさせていないので、このアセット、これに対して、すみません、単語私分かってませんが、正確名称。まあ、これに対してね、これに対しての位置っていうのはこれですよっていうのがもう1位に決まってると。どこであってもこの場所ですよっていう指示になってるわけですね。で、それに対して、これをアニメーションオンにすると、この、今青のラインですね、この時間には、この場所。この X 軸と Y 軸ですね、この場所ですと。でも他の時間になったらこの場所ですみたいなことがこの時間軸と一緒に指定できるんですね。なので動くっていうことになります。アニメーションが表現される。で、この時に理解すべきなのはここですね。ここにキーフレームっていうのがあって、このキーフレームの概念を理解しないといけません。キーフレームを追加する、削除するっていうことができます。なので、この時間の時には、キーフレームを打って、そして、場所を決める。で、この時間には、ここにいてくださいね、みたいな感じで、こう場所を変えてもですね、勝手にキーフレームは、値を変えると入るんですけど、この場所にはここにいてほしい。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 まあそういうこう指示をするのがキーフレームっていうものです。なので、全体に対して設定をするっていうのがアニメーションがないとき。アニメーションオンにすると、その時間軸の中で、どの地点で、どこにいてほしいのか。どの地点で、どの大きさでいてほしいのか、みたいなこと。どの地点で、どの回転をしておいてほしいのか、みたいなこと。まあ、そういうことが決められるっていうことになってます。アニメーションをオンにした後は、このキーフレームでいろんな値を指定するっていう構造になってます。まあ、このキーフレームを理解する必要がありますと。で、このアニメーションのオンオフっていうのが非常に重要ですということですね。で、今アニメーション一旦オフにしましたので、ちょっと元に戻しつつですね。おや、そっか、これは0は元ですかね。はい。はい、今、アニメーションしていないので、まあ、これがこうなわけなんですが、じゃあ、これを今、左から右に移動させるっていうことをしたいと思います。で、一番初めは、一番ここに左にいてほしいので、じゃあ、ここでアニメーションをオンにして、で、オンにすると勝手にキーフレームが打たれます。なので、この場所では、この時間ではこの場所にいてほしいというのがもう初め入るんですね。なので大丈夫です。じゃあ、ここまで行ったら、じゃあ画面の右まで移動させたいとしますね、次に。
そしたらその右に移動させ終わったところをイメージして、ここでじゃあここでここまでの時間ずっと右に来て、ここで右にたどり着くみたいな風にしたいと思ったら、そこでこの時間に意味は合ってるので、ここでキーフレームを打っていくことになります。でやり方2つあって、ここでキーフレームを打ちますっていうことをしてから右に動かすっていうのが一つのやり方、これでもいいですし、ちょっと戻しますね。あるいはここでいきなりこの位置でこの場所ですってやるとキーフレームが勝手に打たれるということになります。どっちでもそれは構いません。でこれで一番左のここでは、この位置、右ではこの位置っていうふうに決めたので、その間はこう自動的に保管されるんですね。はい、まあ、これが基本です。でここで次のキーフレームに移動っていうことができるので、ここでキーフレームを移動しながらですね、ちょっと大きくしないとダメかな、キーフレームを移動しながら、あ、ここはいらなかったなって思うところがあればこれで消すみたいなこともできるしということですね。でよくあるのが、例えばズームをしたいっていうふうに思ったとします。そしたらここまで行って、あ、じゃあここからちょっとズームしたいなと思って、じゃあズームをしたいのでここでスケールを、オンにして、でここから、何でしょう、ここの時ではこの大きさになっててほしいみたいなことをしたとします。そうするとキーフレーム今1個なんですね、この時。そうすると戻ってもこの大きさになっちゃうんですね。なので初めは一番初めの大きさでいても欲しくて、それでこのここの時点ではこの大きさって思って、その後の方って言ったらいいんですかね、後の方を先に指定するとその前の状態がなくなってしまうので、なんですかね、うまくいかない感じになっちゃうんですね。私これいつも初めの頃よくやっちゃってたんですけど、なのでちょっと戻しますけど、初めこの大きさでここに来たら、大きくなっといてほしいみたいな時は、一番初めの状態ですね、一番初めの状態をここでスケールをアニメーションオンにしといて、大きく大きさをここ一旦指定しといて、でここら辺はずっとこのままの大きさでいてもらって、ここから大きくなり始めたいみたいなところがあったら、その大きくなり始めの部分に今の大きさでキーフレームを一旦打っとかないとダメです。でここから拡大したいということで、じゃあ拡大してここら辺で拡大終わるみたいな感じだったら、ここでキーフレームを打って大きさを決めるってやると、ここからここまでは大きさが変わらないで、ここから大きくなって大きくなり終わるみたいな感じなんですね。じゃあここからまた小さくしたいなと思ったら、まず失敗パターンやりますけど、じゃあここからちょっと行って、ここで小さくなり終わるところ、先にこっちの小さくなり終わる方をこうやって、じゃあこのぐらいの大きさにまた戻そうって思うと、こっちからやるとですね、この大きくなるところまではいいんですけど、大きくなってすぐ小さくなり始めちゃうんですね。わかりますかね、本当はここら辺からこうキュッとシュッて小さくしたいんだけど、ここからここからずっといっちゃうんですね。それはまあキーフレーム見れば当たり前で、このキーフレームとこのキーフレームの値を保管するようにしてくれてるだけなので、まあそれは指示した通りなんですけど、なのでこれじゃあちょっと何ですかね、意図と合わない、違ったっていうことになりがちなんですね。なのでここで今この大きさで、ここまではその大きさでいてほしいって思うんだったら、ここで一旦キーフレーム打っとかなきゃいけないんですね。同じ大きさでキーフレーム打っといて、でそこからこっち行って、ここでキーフレーム打って、でちっちゃくすると、そうするとここがちっちゃくなる場所で、ここが大きくなる場所、この間は大きさ変わらないっていう風になります。ここから、はい、ここも大きさ変わらないですね、ここは大きさ変わらないで大きくなって、で大きいままいて、でここから小さくなるみたいな時には、この初めの大きさは同じ値でここ2つキーフレーム打つ、でここは大きくなる、でこの大きくなった値をここでもキーフレーム打つ、この間大きいままだからねっていうことでキーフレーム打つ、で小さくするみたいな、はい、こういう操作が必要になります。結構これがね、難しいなぁと、ここを打ち忘れるんですよね。でまあ分かってても先にこっちやっちゃってる時に、ここからここにこう滑らかになっちゃうので、ここと同じやつをここに入れたかったんだけどなみたいな時に、こう操作がちょっと手戻りになっちゃうので、
うん、なあそこ私失敗も多分私も何百回もやったんですけど、はい、まあ、今はとりあえず今からやるぞって思った時にはまず一旦キーフレーム打っとく、で無駄でもいいからこの辺で無駄でもいいから打っとくみたいな癖がつきましたね。まずとりあえずキーフレーム打っといてからやりたいことをやっていくみたいな感じにしておけば、はい、後から消すのは結構簡単ですからね、こうやってね。まあやろうと思えばこれでキーフレームをコピーしたりとか、これで他のとこ貼り付けたりとかもできるので、まあ、ここがない中でやってしまってああ失敗したと思っても、この元々のこの大きさのやつをこうコピーして、ああここら辺まではこの大きさでいてほしいんだよなっていうところでコントロール V とかで貼り付ければできるんですけどね、できるんですけど、うん、やり始めの頃は私もこうやってやってしまって、ああなんかあ違うタイミングになっちゃったみたいなことで、もうなんかこうやり直しみたいな感じになっていることがよくありましたね。はい、まあ、そこら辺をこのキーフレームをよく捕まえ、よく概念理解して、そして適切なところでちゃんとキーフレームを打つと、うん、いうことですね。キーフレームちゃんと打つ、はい、それをまず覚えていただくのが重要です。ここキーフレーム超重要ですね。で、あとは私もあんまりよく分かってないんですけど、例えば位置をコントロールするときに、じゃあこれから左に行って、まず右に行って上に行くっていうことをしたいとしますね。そしたら初めにまずこの今の位置でキーフレーム打っといて、でちょっと時間が経って、じゃあここまでは右に行きましょうと、なのでここで、右ですと、はい、キーフレーム打たれました。でこの間はこれでいいですよねと、真横に動いてると、で次に真上に動かしたいということで、じゃあ次ここら辺まで上に行ってほしい、じゃあここで上に行き切ってほしいということで、ここで上ってやって、これでね、この右って上行ってっていう意味合いでこうやったつもりなんですけど、これ実はうまくいかなくてですね、こう行ってここにちょっと斜めに動いてるんですよね。まっすぐ右行って上手じゃなくて、こことここと、こことこことここの間のこれ自動ベジェ曲線に多分なってるんですよね。この辺って私もベジェ曲線って私もよく分かってません、正直。でここは今日やってみて気がついたから言ってるんですけど、ベジェ曲線ってなんか言葉は知ってるけどよく知らないんですよね、私もね。でここら辺が多分ベジェ曲線、これ違うのかな、これまた違う話ですね、うん、まあベジェ曲線っていうのがありますよねと。あ、どれでやる、パワポでベジェ曲線ってどれでやるのかな、ここら辺かな、ここと、まあこれなんかもそうですよね、多分ね。さっきのやつを再現すると多分曲線でまずこっから始めて次は上ですみたいなことで、でここで、右みたいな、あちょっと違うけど、あよくわかんない、ちょっと違うんですけど、まあその言いたいことは、こことこことここってやった時になんかちょっとこうグニョグニョグニョってこうなるじゃないですか。まあなんかこんな感じなんだと思うんですよね、その ベジェっていうと。ちょっとすいません、ここら辺全然詳しくなくて今何も調べずに喋ってるので間違ってる可能性がありますが、私の印象としては、こんな感じです。でこれが、点を増やすとか多分できたと思うんですけど、んどう言ってんだっけ、本当に分かんねえなすいません、ちょっとこれは本当に分からないので、ちょっとパワポでベジェ曲線のやり方はちょっと調べておきますけど、まあ、要は何が言いたいのかというと、こことこことここっていう風に指定したとしても、そこでカチッカチッカチッとはならないようなのがデフォですよっていうことですね。なのでこうなんかグニョーンって曲がるんです、スムーズに。まあそれがいいでしょうっていうことなのかもしれないですけどね。でこの時に本当にカッチリこうまっすぐ右に行ってまっすぐ上に行ってってやりたかったら、このキーフレームを選んで空間補完法で、リニアって選ぶとリニアに動きます。これリニアって言うんでしょうね、多分ね、こう動くんですから、はい、私すいません分かってないですけど多分そうです、見た感じ、はい、そう思いました。でこうやってなんかこう決めたところにまっすぐ向かってって、次のところまでまっすぐ向かってって、こうガチガチってカクカクってやってほしかったら、
この空間補完法がリニア。そうじゃなくて、この指定したところを通りながら、なんか滑らかにこう、ぐるーんっていってほしかったら、ベジェ。なんでしょうね。うん。で、自動ベジェってのもありますからね。何が自動なのか私は知りません。はい。知りませんけど、まあなんかいい感じにしてくれるでしょうね。ちょっと違うんでしょうね、これね、多分ね。まあ3つぐらいじゃあんま変わらないのかもしれないですけど。すいません、ここは分からず言ってます。はい。分からず言ってますが、連続ベジェとか。うん。まあここら辺がこうね、数学の数式使ってなんかこう、座標を計算してやってるんでしょうね。そこの計算方法がちょっと違うみたいな感じなんだと思いますけど、まあそういう特徴があるんだよっていうことを、まあ言いたいと。で、今、空間の方の話をしたんですけど、どっち言ってたのかな、まあまあ時間の補正と空間の補正でリニアとかベジェとか自動ベジェ連続ベジェっていうのがあるので、あとイーズインとかイーズアウトみたいなものもありますということで、ここら辺を変えるとそこを通りつつもなんかカッチリやるのかグニョッとやるのか、その初めがゆっくりなのか中が早いのか中も終わりも均等な速さなのかみたいなところが切り替わるらしいですね。すいません、これは詳しくありません、調べてもおりません。なぜならそこまでやる気がないからなんですが、まあ、ちょっとやってるとそこ、今日気がついたので、一応ここまで、なんでしょう、気がついたよっていうことだけ書いておきます。で、やりたかったら、自分の思っている動きと違う感じになってしまうんだったら、ここを、こう選択して、ここら辺をなんかこう選択してみると、いい感じになることがあるんじゃなかろうかということですね。で、多分、もっと細かくやるやり方があるんだと思いますし、もっと細かいエディターの画面が、多分、プレミアプロぐらいであれば、あと、アフターエフェクトとかいっちゃうのかもしれないですけど、まあ、なんかあるんだと思いますけど、すいません。私もそこまでは全然知らない感じです。ただ、今分かっているところまで、理解しとけば、いろんな、このアニメーションにできる属性をアニメーション化させてあげて、ここではこんな感じ、ここではズームするとか、ここで右に持ってく、左に持ってくとか、みたいなことが全部できるので、はい。まずはそのぐらいからで、まあそのぐらい押さえとけば、普通の素人がちょっとした YouTube の動画を作るぐらいだったら、まあ、こと足りるのかなというふうに思ってます。まあ、私が2年間ぐらい編集してる中でそれで困ることはなかったって感じですね。ここまで理解しておけば。で、その先の世界は、もちろんあると思います。むちゃくちゃ奥深い世界だと思うんですけど、まあそこは全然知らないので、私は。なのでまあね、動画の編集とか他の方に任せて、そういう方にやってもらえるようになると嬉しいなっていうふうに今妄想しているというところです。というわけで、はい、今回私の拙い知識でしたが、ちょっとプレミアプロの編集とか動画のやり方、編集か、編集関連の話、動画がちょっと続いちゃってますけど、はい。まあ、コンピュータ系なら何でもあれにやってるので、まあ、そうですね。なんか期待してたの違うっていうチャンネル登録を解除っていうのはやめていただけると嬉しいなというふうには思っております。はい、すいません。2月になったらちゃんと今リクエストもらってるやつをしっかりちょっと時間取って調べたり動画作ったりとかして、順次動画をリクエストベースのやつとかもうちょっと自分のコンピューター系のやつで手を込んだやつをやっていく予定ですので、気長に動画をお待ちください。まあ、プレミアプロネタとかもね、結構面白いと思いますので、うん。まあ、この辺ね、昔フラッシュとかみんなが頑張った時、私それやんなかったんですけど、まあアドビですし、会社合併したから同じなのか、ちょっとよくわかんないですけど、まあなんか、そのフラッシュとかの時代の時に頑張っておけば、この辺はほぼ同じ概念だったんだろうなとか思いながらやってますね。うん。何でもやってると面白いですよね、何でもね。まあ、こういうのをこう、楽しいなと思える方はコンピューターに向いてると思いますので、少し触ってみて、楽しいなと思うのかどうかやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。あと最近はバイセップ Azure のバイセップですね、バイセップファイルをゴリゴリ書いてまして、まあ、アームテンプレートめっちゃ難しいなっていう感じでめんどくさいなと思ってあんまりやってなくてテラフォームとかの方がやってたんですけど、まあ、バイセップになってかなりいい感じになりましたのでバイセップを今勉強しながらこう書いてますと。で、その辺の成果物自体は公開できないんですけど、その辺で得たノウハウなんかもまた皆さんにもお伝えできればななんて思ってたりしますので、まあそういうネタの方がお好きな方の方が視聴者に多いと思いますので、すいません、そういうの忘れてませんので、すいません、ご了承ください。今はちょっとそういう時期ですということで。はい。ではすいません、ちょっと余談が長くなりましたが、これでこの動画をおしまいにしたいと思います。またよろしければ、高評価と、あとは応援のコメントと、チャンネル登録とよろしくお願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。